猪瀬直樹君、えー。昨年の今頃ですね、グリーントランスフォーメーションという、そのことに関する提言書をね、モデルチェンジ日本という、民間臨調モデルチェンジ日本というのを作りまして、えー、富山和彦さんとか、えー、中室牧子さんとか、政府の委員している人たちも含めて、 民間臨庁というのを作ったんですねそこで岸田総理に、日本遅れてるよというふうなことで官邸で面会してお話したんですけれども、えー、そのときにちょうど僕はあの、カーボンニュートラル革命という本を出しましてね、でえー、国会議員の皆さんに700冊、全部議員会館に送りましたので、西村大臣のところにも、大臣室じゃなくて、議員会館の部屋には届いていると思いますから、ぜひ確認しておいていただきたいんですが、それで今日は電気自動車、 EV についいてて質問させていただきますで、6月7日に閣議決定された、あの経済財政運営と改革の基本方針2022、グリーントランスフォーメーション投資、今後10年間で150兆,150兆円というふうに謳たわれてるんですね。で、自動車分野については、2035年までに新車販売でいわゆる電動車100%、 目標と、蓄電池の大規模投資促進や、車両の購入支援、充電インフラの整備、集中的導入を、そういうのを集中的導入を図るとともに、中小サプライヤー等の業態転換を促すと、こう記載されているわけですね、まあ、ご存じだと思います、当然。でた大変あの高い将来目標が設定されているんですけれども、実際に足元を見ると、 ちょっと現実ではね、EV の普及状況は諸外国に大きく差をつけられていると、それでこの書を出してありますけれども、これはなってください。中国が273万台、ヨーロッパが123万台、アメリカが47万台、日本は2.2万台と、これだけ遅れを取っちゃってるんですね。で、実はね、2010年に、これ一番グラフの一番最初のところ、2010年。 日産が初めて、世界で初めて量産車出したんですよ、日本は先駆けてたんですよ、ところがずっとこれ、横ばい、なんでこうなっちゃってるのかね、で、この EV の販売台数を増加させるために、どのような施策を取っているのかと、であの高速充電器については別にもう一回質問しますから、まずこの絵を見て、それでこれ、ちょっとまずいんじゃないかと。 そういうご自覚があるのかどうかということを含めてどうするのか、お尋ねしたいですね西村国務大臣、えー、ご指摘の EV ・電気自動車でありますけれども、カーボンニュートラルの実現に向けてはです、ね、重要な一つの鍵となるとものであります、まあ、選択肢の一つということで、大きな役割を果たしていくものというふうに思います。えー、政府としてもその普及に向けて、さまざまな支援策を講じているところでありますが、ご指摘のとおりですね、私もあの友人から日本で買いたいけれども、 なかなかあの種類がないし、えー、まあ数が少ないものですから、注文すると非常にその納車まで時間がかかるということで、えー、まああの外国製の電気自動車を買われる方もおられますし、えー、もう少し待とうかという方もおられます。そういうい意味であの国民の この EV に対する関心そして購買意欲も高まっているものということを私もひしひしと感じておりますまあ、そうした中で車両購入に対する補助についてもですね、令和3年度補正予算から1台当たりの補助額を最大40万円だったものを85万円まで拡充をしておりますで様々新たな車種もまあ、ようやく出てきていますので えー、桜とかですね、出てきておりますので、昨年と比較しても2倍のペースで申請があの続いております、えー、関心が非常に高いということだと思います。まあ、税制面でも自動車重量税のエコパ減税、電気自動車は2回目の車検まで、えー、免税とするなど、最も優遇した措置を講じているところでございます。あの充電インフラについてはまた後ほどということでありますが、加えてあの蓄電池ですね、車載する蓄電池、これについても開発を進め、えー、さらに大規模製造拠点も 立地推進をするなどです、ねえー、電気自動車を製造していく上での必要なそうした体制をぜひ、えー、さらに進めていきたいというふうに考えております猪瀬直樹君。補助金はね、増えたのが分かってますよで。僕も買いましたから、環境省の補助金が80万円で、経済産業省の補助金が60万円で、今度85万円になったのね、だから皆さん喜んでますよ、それはね。それはいいんだけれども、結局ですね、充電インフラ。 高速充電器が圧倒的に足りない、日本は遅れてるんですね、これですね、高速充電器の普及台数、だから、今、いろいろね、前向きにおっしゃるんだけれども、全然前向きになってないの、なんで横ばいなのか、これがまず不便だから、これだとね、買わないですよね、充電器はないんだから、家庭用充電器は皆さんつけてますよ、だけど高速道路行って、それで100キロ、200キロ、300キロ走ると充電器必要になりますからね。 全然遅れてるなんでこんなに遅れてるのか、これについて説明願いたいんだけれども、それと、もう一つはねあの、ただ単に遅れてるということだけじゃなくて、これ、補助金をつけてくれてるんですけどね、あのこれ、業者さんがつく作るわけですが、そのときに今年度の補助金が65億円全部終わっちゃってるの、あと3月まで半年ありますよ。これ補正、 で、ちゃんとやるのかどうか、65億円なくなっちゃってるんですよ、もう。で、今、業者さんみんな困ってる、つけようと思ってるんですよね、みんなやりたいんです。だからとにかくこういうふうに、どん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 後手後手に回ってちゃだめなんですね、そこのところ、ちゃんとお,たお,かお答え願いたいですね。西村大臣。まあご指摘のように、ですねあの、インフラが整わないと、確かに買っても、なんか急に止まったときどうするんだという不安が常にあるわけでありますので、えーまあ、これあの、 リと卵のような議論もありますけれども、このインフラについても、あのぜひ早急に広げていこうということであります、まさに、えー、6月に策定したグリーン戦略において、ですね、えー、高速充電器、急速充電器を3万機含む15万機のインフラを急ぐということであります、まあ、足元まだこれだけの数字でありますので、であのこのインフラについては、ですね自宅、集合住宅の普通充電に加えて、高速道路、コンビニ、 こうした休憩しているときに急速充電できるようなやり方、それから商業施設、宿泊施設、目的地での滞在時間に充電する普通充電、急速充電、さまざ、あ、まな形で重層的に整備していければというふうに考えておりますで。特に課題として高速道路、集合住宅でありますけれども、ご指摘の65億円を措置してです、ね、対応してきておりますが、あの 今回の総合経済対策の中でも重点事項として,あのしておりますので、この電気自動車の購入支援とと,ともに、えー、充電インフラの整備についても、ですね、えー、拡充をしっかりしていきたいというふうに考えております猪瀬直樹君。えっとねあの、65億円で終わっちゃった件については、これからどういうふうにするのか、あ,のあと半年あるわけですから、補正でちゃんと入れていくのかどうか、それから。あの 水素充填インフラ事業は60億円計上されてて、これ余ってるんですで。水素の充填なんてほとんどやらないんです。基本的には EV なんですね。F、要するに燃料電池車ね。あれはまだほとんど誰もあの使ってませんから、そっちのほうに60億円あってもしょうがないんですよ。そこのところの、その施策の集中的なあの施策っていうのやらないと、重点的にね。 これなんとなくいろんなものを混ぜて並べてあるだけじゃだめなんです、そこのところをはっきりさせていただきたい。西村大臣あの私どもとして、えー、2035年電動車ということで、えー、この EV、それからあ燃料電子車、FCV ですね、えー、これも含めて、えー、対応していくこととしております、インフラもですね、えー、先ほど申し上げた充電インフラ15万機。 加えて水素ステーションも千期基程度、30年までに作るという計画をしておりますので、えー、それに伴う予算として確保しておりますが、先ほどご指摘の65億円の充電インフラのこの予算も、ですねこの経済対策の中であのしっかりと拡充をして、えー、確保して、ですね、えー、整備を急ぎたいというふうに考えております猪瀬直樹君えっと今。今度の補正予算にこれ入るの、65、新しく足りなかった分はこれから。 つまりあと半年どうするんですか、そこのところ、具体的にお願いします西村大臣。緊々取りまとめる経済対策の中で盛り込む予定にしておりますので、補正予算でもしっかり計上して、予算を確保し、整備を進めたいというふうに考えております分かりました、直樹君。そこであの、ただ一つだけ申し上げておくと、あの経済産業省のまとめている、あの EV に対する概念の問題なんですが、電動車っていうくくりがね、そもそもそのおかしいんで、あのグローバルスタンダードじゃないんですよ、電動車って、要するに EV のことを言うんですね、だけど、この経済産業省というか、政府の言っている電動車っていうのは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、およびハイブリッド自動車と。 書いてあるわけその、えー、6月7日の基本方針2022に書いてあるんですね。でハイブリッド車は EV ではありませんから、これは。どこの世界の国でもハイブリッド車を EV という国はありません。間違いですからね。それを正式な文書で書いちゃってると、この目標、みんなあの、ハイブリッドが混ざってきちゃうんですよ。で、僕、ハイブリッド車は否定するものじゃないんですよ。 日本が初めて世界で先駆けてハイブリッドして作ったのは事実、それ1997年ですからね、それから先ほど言いましたように、2010年に日産が日産リーフっていうのを作った、それからあとテスラがどん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 大きくなっていった、そういう流れがあるわけで、これが EV の流れですからね、そういうことで、まあ、プラグインハイブリッドはコン、刺すからね、あのコンセントに、だからあれは電気ですけどもね、そのハイブリッドはガソリンですからね。 電動車じゃないんですよこの辺の概念の整理をちょっと一言確認していただきたいんですね。まあ、どうするかだけでもいいですよ。西村大臣、えー、ご指摘の電動車の概念についてでありますが、諸外国においては、ですねエネルギーミックスなど、それぞれの事情に応じた自国の目標を設定しているものと承知してます。例えば欧州はですね、えー、2035年に ご指摘のあったハイブリッド車を含む内燃機関車は新車販売禁止ということで掲げています。一方でアメリカはですね、2030年に新車販売の50%を電気自動車、燃料電池車、それから今お話があった、挿して充電するプラグインハイブリッド車と,とするものであります。ですから、世界における潮流も様々ということでありまして、えー、日本においてもですね、まさに、 えそうしたことを踏まえ、さらにあのご指摘ありましたけれども、日本が生み出したハイブリッドの技術であります、日本の強みを生かす形で、2035年までに乗用車、新車販売で電動車100%ということを掲げておりますま、多様な選択肢を追求していこうということであり猪瀬直樹君。今のお話で、アメリカはプラグインハイブリッドを認めているわけ。年に 西村大臣がおっしゃったのは、普通のハイブリッドまで入れて2035年って言ってるわけ、ここはもう決定的に違いますから、コンセントに挿すのがプラグインハイブリッドですからね、もうトヨタ作ってますよ、これ、だけど、ただのハイブリッドは、そのどこの国でもあの廃止になってますから、2035年までには。そこのところをあのはっきり言って、政府としてそういうところをごまかしてたら、本当にこれ、すみませんよ。 そこを確立してください西村大臣、えー、あの今申し上げたとおり、それぞれの国の事情、EU の中でもそれぞれ、えー、どういう扱いにするかというと雑貨若干の差があるようですけれども、あの自動車の分野において、まあ、これが完璧だと、完全な技術というものはあの現状お、存在をしないという中で,です、ねえー、日本の基幹産業である自動車産業がやはり今後も世界をリードしていくと。 そういうい視点も我々重要に思っております、えー、電動自動車に加えて、まあ、ハイブリッド車もです、ね、バッテリーを積んでいるわけでありますので、えー、しかもまあそこの強みが日本はあるわけでありますので、その点も考え、2035年まで電動車100%ということで、このハイブリッドも含めて、多様な選択肢を追求していくという考えに立っております猪瀬直樹君。そういうごまかししてたらしょうがないですけどね、それだったらすみませんよ。 はっっきり言ってで最後にこの永田町と霞ヶ関における EV の導入実態について質問いたします。えー、3枚目の紙ですけれども、公用車調べてみましたが、国会、まあ、議員会館に置いてある公用車ですけど、これ、e、EV1 台もありません、それから霞ヶ関各省庁、えー、基本的にはたった16台。 1100台のうち16台しか EV ありません。プラグイン、ハイブリッドは若干あります、23台あります。それだけです。だからまずは会よりを、会より始めようなんですね。政府や国会議員が始めなければ、一般の消費者はついてきませんよ。まず自分たちがこういうのやってるんだということですね。それをやっていただきたいんですが。 まあこれについて、あまりにもちょっとがっかりの中身なんで、ちょ調べて驚いたんですよ、僕ね。これじゃあね、本当にどうするんかと思いますよ。で、西村大臣、これにお答え願いますが、公用車の管轄は環境省なんで、環境省にも最後一言、言あ言お答え願います。大大臣臣ままずお願いします西村国務大臣 先ほど申し上げた2035年までに電動車100%という目標を掲げているところであります。経産省として、まあ、ご指摘の電気自動車を含めてです、ね、政府自身が積極的に電動車の導入を進めるということは重要だという姿勢で臨んでおります。あの経産省の数字を申し上げれば、公用車70台のうち68台がその電動車になっております。一方で、ご指摘のように電気自動車、プラグインハイブリッド、燃料電池車の割合は、 全体の約1割強ということでありますので、さらにこれを増やしていく必要があると考えております。まあ、今年度も電気自動車、燃料電池車の調達を増やすこととしており、まあ、各省に先駆けて、えー、ぜひ、えー、さ先んじて、えー、取り組みを進めたいというふうに考えておりますあのね、 ここのすいません公用委員長の発言を待ってから発言してください,い答弁させますか質の意味をお伝えするから公用の、ね、委員長の指名を待ってから発言してくださいはい委員長はい環境省住倉政策立案総括審議官 <laughs> はいお答え申し上げますえ、我が国の2030年度温室効果ガス削減目標及び2050年カーボンニュートラルの実現に向け 公的機関が率先してて自動車についても廃減を進めることとが重要と考えておりますこうした考えのもと政府といたしましては、昨年10月、地球温暖化対策推進法に基づく政府実行計画を改定いたしました。この計画においては、代替可能な電動車がない場合等を除き、2022年度以降に公用車を新規導入・更新する場合は、すべて電動車にするほか、2030年度までにすべての保有自動車を電動車とすることとしております。 今後、政府実行計画に基づきます取り組みの進捗状況や市場の動向も踏まえながら、全体として政府の自動車の排出削減が進むよう、関係省庁とも連携しながら取り組んでまいりたいと考えております猪瀬直樹君あの。具体的にあの政府と国会議員に、環境省から何かペーパーかなんか渡してくれるんですか、あのつまり、なるべく早くやってくださいよというような紙をですね。 それで終わりししますから、はい、よろしくどうぞ環境省、住総括審議官はい、はい、政府、実行計画に基づく取り組みの進捗状況については、私どもとしてしっかりフォローアップをさせていただきたいと思っておりまして、それに基づいて必要な働きかけとしっかり取り組んでまいりたいと考えております。はい、どううもありがとうございました あれ入れ替えしなし,なれれ替えしないでしてないいでて緊張感足りないよ。 Gracias.